京都五条の住吉神社ですね。ちょっと今日は夜来てみました。でも結構歴史は長くて、783年からぐらいから806年ぐらいに建てられて、で一回、まあ、再興されて再興されて結構頑張ってるますね。まあいろんなことでこう取り壊しとか神社もあったりなんかして結構大変だったりするんですけど。でちょっと近々にあのお祭りがちょっと住吉祭というお祭りがあるようで、おみこしが今ちょっと手前に降りますね。これが9月の25日が金曜日が飾り付けをして、もうちょっと飾りが増えるみたいですね。で9月の26日が宵の祭りで、27日が本祭りですね。楽しみですね。おみくじもあるんですけど、これは社務所が空いてる時間にしかできないのかな、多分。で稲荷神社と神明神社、それから道祖神社。道祖神社って珍しいですね。道祖神ってのありますけど、から貫之神社、それから天満宮ですねをあります。稲荷神社はどうかのお寺から多分移設されてるんじゃないかなと思うんですけどね。この大きさ、他の大きさとちょっと違うんで、まあ、神社もね、夜来てみると結構面白いです。いろんな意味で人気はないんですけどね。京都五条にある住吉神社でした。社務所もあるんで、昼間来ればあのいいと思いますね。多分あのおみくじとか引けると思うんですけど。